どうも、ゆでくすです。さあ、この番組はですね、多肉バラエティ番組ということで、アガベ、サボテンですね、多肉植物などの紹介をさせていただいたり、またですね、お店に直接お伺いして、お店の紹介をさせていただいたりしています。また、植物や多肉などですね、もっと身近に感じていただけるように、楽しいね、企画も満載ですので、ぜひね、チャンネル登録をしてご覧ください。はい、じゃあね、実際ね、今日何をしていくかと申しますと、ぼっちトーク第3弾をやっていきたいと思っています。はい、ぼっちトークって何ですかっていうね、方もいると思うので、まずね、企画の説明からしていきます。このぼっちトークですね、僕ユーデックスが植物のね、あんなことをこんなことをですね、もうね、勝手にどんどんといろんなね、話をトークしていくので、それに対してね、視聴者参加型ということで、視聴者の皆さんに実際にね、このね、ユーデックスのトークに対していろんなね、ツッコミをしたりとか、いろいろね、コメントをしていただきたいと思っています。はい。で、実際ね、今日のこのぼっちトーク、テーマは、多肉新時代。これからは誰から買うのか。はい。ということで、このね、今日の企画のテーマは、今ね、こう、多肉ブームがすごい巻き起こっているんですが、実際ね、皆さん、どこで購入をしていますか？これがね、ホームセンター、園芸センター、またネットショッピングですね。いろいろな手段で多肉植物を購入していると思うんですが、ボタニカルライフを送る上で一番ね、大切にしているのが、誰から買うのかっていうところをね、一番ポイントに置いて、ボタニカルライフを楽しんでいます。多肉新時代ですね。ものすごい勢いで、ネット、ショッピングとかね、そういったオークションとかでも、ものすごいね、植物がどんどん高価になっていて、もうね、いろいろな目的で植物を販売する方も増えているので、その中でね、いろんな悲しい思いをしてしまっている人も、現状いるっていう感じなんですよね。で、実際ね、僕もね、いろいろなね、そういうネットショッピングも、ある意味経験として購入をしてみました。ね、実際にこう、発根しているのか、果たして本当にその本物の植物が届くのかっていう、不安をいただきながらね、その時はね、僕は実際に、ちゃんとした自分の目的だった植物で、質問してあった、ちゃんと発根してある植物だったので、まあね、まあ来た時はちょっと一安心だったんですけど、まあ中にはね、本当にちょっとね、全然違う商品が届いたりっていう方もいるみたいなので、やっぱりね、こう誰から買うのかっていうところはね、すごく大事なポイントで、僕はね、こう、やっぱりお店で買うようにしています。はい、っていうのを、お店の店員さんとね、ボタニカルトークをいっぱいして、その中でね、いろいろなね、皆さんと仲良くなったりとかして、このその時のね、この風景というか、環境ですよね。それがすごく思い出となっていて、で、その時に買ったね、植物一つ一つをね、ちゃんと覚えているものですよね。皆さんもね、いろいろな植物いっぱい持っていると思うんですが、いくつどこで買ったかって、こうね、思い出してみてください。はい。で、僕も今ね、我が家には300株ぐらい。で、今まではね、500株以上の植物を、ね、いっぱい育ててきたんですが、結構ね、本当にこれ、いっぱい植物あるのに、なぜかね、どこで買ったかっていうのはちゃんと覚えているものなんですよね。これはすごくね、すごく不思議なんですけど、やっぱりね、こう、物を買った時に、ちゃんとね、そのね、風景というか、そういったね、ものがね、しっかりしていると、人間ってね、すごく思い出になっていて、その思い出がね、このボタニカルライフを送る上ですごく大事なポイントなんじゃないかなと思っています。はい。実際にね、ちょっとね、植物を持って、トークをね、進めていきたいと思っています。こちらがですね、サンセベリアのラブラノス1970バリエガータというね、品種です。で、またこちらがね、パキポディウムのね、グラキリスです。はい。手乗りサイズのグラキリスです。この二つもね、本当にね、いろいろな思い出があって、まずね、こちらのサンセベリア、ね、ラブナノス1970はですね、ジェイコブ・ラブナノスさんというね、方、皆さんご存知だと思うんですけど、その方がね、作出したラブナノスナンバーのサンセベリアになります。実際にね、園芸ショップで購入をさせていただいたんですけど、もうね、やっぱりその時ね、すごくね、一目惚れをして、このね、斑入りが白の斑入りなんですけど、すごくかっこよくて、で、実際に、インスタグラムでかっこよすぎて、ね、実際にサンセベリアが好きになったのは、
竹岡敦史さんという方がね、いらっしゃるんですけど、この方がね、すごくね、いろんなかっこいいね、サンセベリアとかをね、SNS でね、上げていらして、で、その中ですごく好きになって、で、その園芸ショップで見に行った時に、やっぱりサンセベリアかっこいいなと思って、購入をしました。で、実際に自分のインスタで載した時に、竹岡ね、敦史さんにね、ハートをいいねしていただいて、実際にね、フォローもしていただいて、もうすぐにね、もうミーハーなんですけど、DM して、ありがとうございますみたいな感じで、僕これからもサンセベリア大切に育てますっていうね、DM をしたっていう思い出もありながら、なのでね、やっぱりこの一つの植物でもいろいろなね、こう思い出があるっていうのがありますよね。で、こっちのグラキリスはですね、僕もね、結構ボタニカルライフとかね、こう、園芸をに始めてからね、もうね、4年目になるんですけど、やっぱりね、グラキリスは、1個は持っておきたいっていう植物だと思うんですよね。で、その中でね、やっぱり誰から買うのかっていうのがすごく大事だよなと思いながら、でもせっかく買うなら、グラキリスが大好きな方から買いたいと思って、インスタのね、よくね、このグラキリスをね、出してる方がいらっしゃるんですけど、もうね、その方からね、購入をさせていただきました。で、その方のね、実際にね、お家にお邪魔させていただいて、いろいろね、グラキリスを見て、あ、ぜひこれ購入させてくださいっていう中でね、やっぱり、グラキリスを購入してから、いろいろね、コーヒーを飲みながら、このグラキリスを語ったりとかして、こうね、その時にもね、いろいろなグラキリスのお話を聞かせていただいて、さらにね、グラキリスのね、愛というか、あ、すごいなぁ、グラキリスってやっぱりすごい植物なんだなっていうのをね、感じれて、またね、今こうやってお家でもね、こう手乗りサイズとして、もう毎日眺めてるぐらいなんですけど、やっぱりね、植物ってね、こういう感じでね、こう買った時の思い出っていうのがすごく大事だなと思っています。はい。なので、これからね、皆さんもね、誰から買うのかっていうのをね、すごくね、そこにね、重きをちょっと置いてみて、で、またね、今まで、育ててみた、育てている植物をちょっと実際にね、皆さんのお家で手にして、これってどこで買ったっけなとか、その時誰と喋ってたっけとか、そういうのをちょっと思い出していただきながら、またね、ボタニカルライフもそうやってね、感じていただけるとね、ちょっとまたいろいろと違ったボタニカルライフもね、送れると思うのでね、皆さんぜひね、そういったこれからのね、多肉新時代、誰から買うのかっていうところでね、ちょっと重きいただいてね、またボタニカルライフ楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ということでね、今回、ぼっちトーク。このテーマですね。多肉新時代、誰から買うのかっていうところで、皆さんいかがだったでしょうか。実際ね、皆さん、ぜひね、皆さんの植物、思い出のなんかトークとかありましたら、ぜひコメントください。またね、このね、ぼっちトーク、いろいろなね、テーマを、皆さんとね、決めていきたいし、またね、UDX、ちょっとこのテーマに対してね、ちょっといろんなトークしてほしいとかっていうのがあったら、ぜひね、コメントをください。はい。またね、この、ぼっちトーク以外にもいろいろね、企画やってますので、ぜひそちらもご覧ください。はい。今回ね、またこの動画良かったなと思った方は、チャンネル登録、そして高評価、お願いいたします。それではね、またお会いしましょう。